構軽くなんですけど、めちゃくちゃ痛いですか？最近足も触ってなかったから多分。ああ、そうなんですね。また激しく泣いてますね。これ楽しいお話じゃないからちょっと死刑とかはやめましょう。ちょっとすいません、私が振ってしまった。私が悪いんですけどね。はい、楽しい話題あります？いや今痛いです。痛くて痛くて楽しいことを考えらんないね。なんか今日とっても冷たいですもんね。うん、あれですよ、薄着するにしても腹巻きしたりとか、はい、あの足首にレッグウォーマーつけたりとか、そういうあの冷やしちゃいけないところは冷やさないで、まあそのまあ、腕とか印象としてなんか厚着にしないっていうので工夫される方がいいかもしれないですね。本当にペラッとあの寒い日にあの足とかあのお腹が、ね、冷えるような格好をしちゃうと良くないんで。修行でしかない。ハリットが。そう、やっぱり、ね、ある程度やっぱ女性はね冷えやすい構造なので、うん、あの温めるっていうことを意識しとかないと具合悪くなります。なりました。はい。今日何も食べてない。え、あ、そう。前ね、なんかステーキ食べてきちゃった。すいませんね。ちょっと朝早くしてしまって、ありがとうございます。すいません。顔が見えない。顔隠れてますか？自主モザイクで。お化けみたいになってる。
出てて痛い痛い。足をちょっとここまでいいですか。すいません。薬指ですか。薬指がめっちゃ痛い。あ、本当ですか。耳ですね。あ、耳。手付け根の方だったら耳で、この指先の方だったら副鼻腔ですね。あ、なんかそう、薬さんが飛び出てきて。薬さんが。弱そう。薬指が、あ、痛い、痛い、耳。でも薬指だけじゃないんですよね。経絡ですかね、そしたら、ね。すごい力んでますね。今絶対痛くないですから楽にしてください。アキレス腱伸びてますか。はい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。
リフレが終わりましたけれども、はいはい、いかがも何もね、ないですね。見てもらった通り、でもなんか痛がりすぎなんじゃないかって思う人もいると思うんですけど、やっぱりそれは、この足リフレを薬屋で受けたことない、うんうん、無知上の発言か、無知、健康オタクすぎて、はい、もうどこも体の不調がないから痛みを感じないかな、もう この2択だと絶対思いますね。そうですね、はい、私のリフレは、うん、はい、本場のこう棒リフレを受けた方がそれより痛いかもっていうなんか言ったぐらい痛いっていうことをお見知りおきいただいて、そうなんか、はい、不思議なんだけど、うん、人間の指でやってるように感じてないのなんか首刺してるみたいな、そっちか、首より痛いんじゃないかみたいなどうなってんだろうみたいな、はい私の足より聖子さんの手がどうなってるのって思うから本当に、で私多分結構、はい、本当に的確に攻めるので、あ、そうなんだ、あの他のところだと、うん、もっとゆるいぬるいとか、そうかもしれない、はい、場所が凝りの場所を的確に角度とかね、はい、圧加減が、ね、うん、捉えきれてない方がやると指が弱くなってしまうので、あ、そうなんですね、そうもうぜひここで受けてほしい、そういうこと言う人は、そうだから他のリフレを受けたことあってもそんな痛くないよっていう方も、うん、いや、うん、あのいろんなとこ行ってますけどここ一番痛いっていうのは結構言われるの で、ね、私も結構中国系とか行っても耐えられるんですけど、うん、はいはいはい、やっぱ特別痛いですあの別に加減はできますけど、はい、まあ、普通に割と、ね、あのデフォルトが痛いっていうのがあるので、うん、はい、その辺はね、うん、モンハさんが痛がりというよりかは、まあ、うちが本当に痛いっていうことも、ね、はい、だ逆にそういうのが好きな人も来てもらったらそうなんですよ、いいと思うし、あの容赦なくて、はい、すっきりしますっていう方も、他ではもう受けられなくなりましたっていう、あ、そうですよね、実はリピート率が一番高いメニューが足リフレなんですよ。あ、そうですね、やってもらってる時は地獄だけど、はい、やっぱ今痛くないですし、はい、気持ちいい、ね、そうですね、うん、あの結構リフレってストレスを緩和するとか、その鍛えるみたいなところもあって、うん、痛いんだけどやってるとが気持ちいいとか、あ、そうですね、続けてやってると結構精神的にタフになれたりとか、うん、そういう効果もあるっていう、そうですね、はい、体に健康っていうだけじゃなくて、うん、精神的なストレスの強さを、うん、あの得られるっていう、痛いってストレスだから悪いっていう考え方もあるんですけど、私体に悪いところがあるんだなっていう、うん、分かるサインになるっていうことだったり、あ、でも頑張って全部終わらせたとやってもらって、うん、あ、すっきりした、あ、やってよかったみたいな、そうですね、それは困難に立ち向かう、うん、そう、まあ、私痛いリフレ受けられたんだから他のことも頑張れるやみたいな、はい、そういうなんかエネルギーにねしていただけるとか、そう、時は泣くこと思ったなんか顔隠すの絶対泣くとでも やり遂げたじゃないですか、そうちゃんと痛い泣きそうと思いつつもやるっていうことで、はい、あ、終わったって、あ、 やり遂げたみたいな、そういう浄化作用も、ね、はい、そうですね、あるんですね、まあ、その辺も精神的にちょっと強くなりたいとかデトックスしたいっていう人も、はい、なかなかそういう大きな声出したり泣いたりっていうことも、あ、そうです ね機会がないので、うん、結構そのせいで結構力入ってる方も多いんですね、うんうん、これをなんかわーってなって暴れたりとかもうこう弱みをね見せることによって、はい、うん、まあ、その自分がスッキリするっていうこともありますね、そうですね、はい、なので、ぜひね、はい、あの興味持った方は、はい、体験してみてください、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます